皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、2024年夏に起こる、天文現象についてお伝えしたいと思います。いつも夏といえばですね、8月ですよね。お盆休みの時期にペルセウス座流星群っていう毎年決まってくる、名物流星群があるんですけど、それね、今年もよく見れるんですが、それに加えてですね、あ、これは熱い天文現象なんじゃないの、もしかしてっていうのを、見つけたというかあるんですよ。8月ってまだ先ですけど、今5月ですから、こんなに早く、お伝えするのはやっぱりそれだけ私が注目してる、楽しんで見にしているっていうことと、あとね、星系写真とか、写真で撮っても楽しいイベントなので、早めにお伝えしたいなと思います。それでは行ってみましょう。注目のイベントというのがですね、火星と木星が接近するというイベントなんですね。あの2020年かなの12月に土星と木星がすごい接近して、天体望遠鏡の100倍ぐらいの倍率で見ても同じ視野に入るっていうイベントがあったんですよ。あれもね、すごい熱かったんですけど、私が確かライブ配信を初めてやったのがあのイベントなんですよね。今思えばよく成功したなって思うんですけど、やっぱ惑星同士がこの並んで、その天体望遠鏡で見て高倍率、100倍ぐらいで、同じ視野に入るっていうのはなかなかないイベントなんですよね。で、今回はそれが火星と木星で起こりますよということで、同じくね、天体望遠鏡の100倍ぐらいの倍率で見て同じ視野に入るっていうイベントなんですよね。はい。で、木星の縞模様も多分見えると思うし、火星はね、ちょっと明るくて赤い星っていう感じかもしれないんですけど、とりあえず、その2つが同一視野に見えるということで、星好きにはたまらないイベントになります。これが起こるのが8月15日の未明ですね。8月15日の未明なので、8月15日の夜ではないです。8月15日の朝方、深夜の2時とか3時とか、そのぐらいの時間のことを未明と指すんですが、体感的には8月14日の夜って感じですね。日またいだらもう見えてるみたいな感じなんですよ。ちょっとシミュレーションしてみましょうか。今ですね、フリーソフトのステラリウムというソフトを、表示しています。で、これフリーソフトの皆さん、ぜひダウンロードしていただけたらなと思うんですけど、でね、今時間がね、8月、15日の、深夜、12時半ぐらいっていう感じです。で、これでちょっとこう土星と木星どこにあるのかなって探してみると、あ、もうここにいましたね。あのね、パッと見た感じ一つの星に見えると思う。そのぐらいすごいベリークロース、すごく近くなります。で、1時半ぐらいになると結構高くなってきて、まあ、2時半ぐらいが一番いいのかなと思うんですけど、これすごくないですか。おお、めちゃめちゃ近いんですよ。で、これ天体望遠鏡の、100倍の倍率っていうのをこれシミュレーションできるんで、ピコピコピコ、例えば一般的な天体望遠鏡ってだいたい900ミリとかがスタンダードなのかなって思ってるんですけど、900ミリ600、900、こうですね。これちょっとずらしてみましょうか。おお、こんな感じで見えるんですね。この木星の周りにガリレオ衛星っていうのがあって、4大衛星ってイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストっていう4つの4大衛星が見えるんですけど、それがこう周りにありますよと。で、プラス、その横ね、ちょっとずらすとこうやってね、火星が見えるんですよね。天体望遠鏡の視野をイメージしてるので、上下左右反転してるんですけど、いやいやいや、これ熱くないですか。それこそ2020年の木星と土星の接近に次ぐ、まあこれ何百年ぶりに起こるとかちょっと私調べてないですけど、これなかなか熱いイベントなんですよね。だから天体望遠鏡これ見るっていうのもよしですし、双眼鏡とかで見てもなんか2つギリギリ明るい星が並んで見えたりするのかなみたいな感じですね。で、これ15日に一番近くはなるんですが、日にちをこう変えていくと、こんぐらいでいいかな、14日、13、12、10、ちなみに今日5月なので、5月の段階では
5月の今日29なんですけどね、5月の段階はどうなってるかというと、まだ火星がこう上ってきてるぐらいなんですね。で6月になると、6月30日とかになると、この木星が2時半にこう地平線にこう上ってきたりする感じで、7月になるとぐっと近くなります。はい、ここから一気にこうキューッとこう、わー、近づいていくんですね。で8月の、7月31日、7月31日になったら、こう細い月もね、ここから、あ、これいいよ、これすごい可愛いと思うんだ。これ上にさ、スバルがあって、火星と木星があって、ここに月があって、この横にあるのはこれ大きさのアルデバランなんですよね、きっとね。いやー、これは朝方ですよ。で冬の天の川の、が昇ってくるんですけど、この時期ってもう冬の天の川とか夏に朝方見えるんですよけどね、オリオン座がまだ昇ってくる前なんですけど、スバル、それから御舎座のカペラ、大きさのアルデバランと並んで、これなんかちょっとした四角形みたいに見えるんじゃないの。うわー、これは楽しみだわ。これ結構胸熱ですよ。でこう日を追っていくと、この火星と木星がどん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 こうね近づいていって、8月11、12ぐらいになると、もう8月10日ぐらいから、もうなんか8月になったらもう朝方毎日東の空見てほしいぐらい、これすごい。でこれがどん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 近づくなってて、今8月12です。はい、どんどん近づくなって8月13、14、15になるともう1個の星ぐらいに見えるみたいな感じですね。でここからまた通り過ぎていきます。だからまだしばらく見れるんですよ。はい、で8月の後半になるとまたこうやって月来ますから、細い月、今度こう三角形になるんだね。これはね、なんだろう、本当に星好きにしかわからないっていう楽しみ方かもしれないですけど、明るい星がこう並んでる姿ってね、可愛いのよ。可愛いの、すごくね。これはちょっと7月の末から楽しみですね。でね、今この時期ってこう冬の天の川っていうのが出てくるんですけど、朝方、日が昇る1時間前ぐらいかなに、行動光っていうのが見えるんですよ。この太陽の通り道がこうと現れて、 X、冬の天の川とこう X を描くっていう現象があるんですね。こっちに出しますけど、はい、この8月後半とかだとまだちょっと、天の川低いのかなっていう感じは、あ、そんなことないね。うん、そんなことないですね。十分な高さがありますね。でこれね、なるべくワイドなレンズで撮った方がいいです。魚眼レンズとかすごいおすすめで、ワイドなレンズで撮れば撮るほど行動光の大きさと冬の天の川の大きさで、その、X クロスしてる感じがね見れるんで、そこに木星と火星の共演プラス、もしかしたら月も入るかもしれないっていうやつですよね。でここで、ちょっとずつ朝が始まるんですよね。朝になるって、そうですそうです、こういう感じ。朝方になってこう消えていく天の川プラス、なんかこの共演プラス、行動光の X みたいな、すごいね、なんか贅沢な感じですよね。こういうものが撮れますんで、ぜひね、天体望遠鏡で見る、だけじゃなく、双眼鏡で見たりとかだけじゃなく、まあまあもちろんこうやってパッと見た目、肉眼で見てもいいんですよ。うん、見ても楽しいです。だけじゃなく、まあ写真も楽しめるっていうイベントですね。だから星系写真撮ってる人は、7月の末下旬ぐらいから、まあ月齢にもよりますけどね、この現象をちょっと朝方追いかけるみたいな感じでやればいいと思います。こうやってね、木星と火星が並んでて、冬の天の川とこの X の写真とか見たら、あ、これ君2024年に撮ったんだねとかって言われる、そんな特徴的な天文現象になってますんで、皆さんぜひ知っておいていただきたいなと。で忘れちゃいけないのが、8月12 13でしたっけ、ペルセウス座流星群があるんですよね。8月の12日が極大日なので、11から12にかけてっていう感じかな。8月11から12日にかけて、これお盆で土日月と3連休のところにあるので、この現象、ちょっと8月12だと
これですね、8月12日の深夜の2時だとこんな感じで、ここに、天の川の X が出て、流れ星がピャッっていうのが入るかもしれない楽しみですね。どうやって撮ってやろうかなって今から、楽しみですけど、ペルセザ流星群のこの副写点がここにあるんで、結構ね、いい流星も流れやすいのかななんて思いますけど、こんな天文イベントがありますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。そしてこれから準備をしましょう。はい、天体望遠鏡家に、ね、眠っているなっていう方いたら、今から出してですね、ちょっと練習してみてください。最初は月を見るとかでいいです。で、朝方に、もうね、土星がいるんですよね。ほら、こっち南の空に土星がいるので、5月だと、朝方ですね、3時16分、朝方にこう土星と火星がちょっと低いですけど、まだ東の空から昇ってくるので、土星の輪っかを見るっていう、練習をしてもいいと思います。結構土星は明るいので、パッと見た感じ、あれだよねってすぐ分かりますから。あとなんか最近のね、スマホアプリとかで検索して、こうやってかざして探してもいいですしね。で、そういう天体望遠鏡を使って、引っ張り出してですね、普段使ってない方も見ると。で、見たいな、この天文現象見たいなっていう方は、もう購入してですね、やっちゃってください。で、おすすめの天体望遠鏡は、私がですね、レビューで、動画で出演させていただいているスコープテックさんの、天体望遠鏡とか、すごいおすすめですね。お子様にはラプトル50とか、ちょっと大人には、私後ろにありますけど、これアトラス80っていうのがこうちょっと見えてるんですけど、こういう天体望遠鏡とかいいと思いますし、成形写真撮ってる方は今から魚眼レンズ買ってもいいんじゃないですかねっていう感じです。はい、魚眼レンズのレビュー、まあ私こういう風にですね、今までも出しているものがありますので、ぜひ、見てみてください。はい、というわけで、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも、みんな楽しんで。 Thank you.